ここでリスナーの皆様に一つお知らせがあります。3月1日からモンゴル公共ラジオテレビ局局長レイでモンゴルの声海外放送部の活動は1ヶ月にわたって中止されることになりました。これは世界的に流行っているコロナウイルスの感染予防対策によるものです。我々モンゴルの声海外放送部のスタッフは1ヶ月の休暇を取ることになっており、この間はモンゴルの声で再放送が流されることになっています。特に日曜日はウィークエンドスペシャルの代わりにミュージックゲルの再放送が予定されていますので、皆さんご理解してください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。